俺これ日本デマンドめぐみんだ。今日も笑いは一切ない、俺だけ楽しいでございます。俺これ日本デマンドめぐみんでございます。今日はですね、ついに冬なんで熟成肉を作りたいと思う。もう肉と言ったら熟成です。もうステーキをそのまま焼いて食べ、これはもう素人、マジで素人。プロはプロというか、俺はこれを何日か経ってから食べる。でも今日はもう 30% 引きになって明らかに色が悪い。この今こっちのステーキよりも2日経ってるから色が悪い。でこいつを1枚1枚食べる、毎日。そうするとどこで一番うめえのかっていうのが分かるはず。というわけでまず熟成肉を作りましょう。今日のラインナップは、まずハンバーグ、ラムは熟成させてもしないけど多分うまいでしょうね。でまずはクレイジーソルト、寝ても覚めてもクレイジーソルト。もうこれはもうふんだんに皆さんかけてくださいね。クレイジーソルトをケチっちゃいけません。クレイジーソルトだけで味をつけると言っても過言ではありません。クレイジーソルト普通だから。でペッパー、ペッパーももうボンボンボン振ってください。こんなのすぐ取れちゃうんで、もうボンボン振ってください。あーでもそう、もうこれもう分かるんで、美味しさが分かるんで、もうジュルブリ、もうジュルブリ。で塩もこれね、ほんとね、分量とかかけようとかやるんだけどね、かかねえバカ野郎。分量なんてそんな自分のテクニックで磨いていけよっていう感じです。あとこの時間でね、時間でなんとかやってください。あとこれドイツのなんかペッパーをうちのドイツのお父さんが送ってくれたんで使います。やっぱ粗挽きなんでね、粗挽きっていうのはだいたいこういう時全部落ちるんです。口の中入っていかないんです。口の中入っていかないからしょうがねえから、もう練り込む。こうやったらもうどんどん買って練り込む。で大体弾いちゃうから、やっぱハンバーグすげえな、大体吸い込む。まだつくなと思ったらもう一回これをやります。もう一回やります。ふんだんにねかけてください。粗挽きはねかけてる感じがしてうまそうですね。全部吸い込んでいきますね。素晴らしいハンバーグ、ハンバーグのポテンシャルすごいね。これがもう何年も使ってる、まあ、こういうかやっぽいやつに並べます。ちょうどね2週間分あって、で今仕込めば多分1週間で美味しい熟成肉になると思うから、クリスマスの時に美味しいものが食えると思うんですよ。多分だけどクリスマスに俺は仕上がると思ってるので、こんな感じでお肉が並んでおります。もうめっちゃうまそう、めっちゃうまそう、もうめっちゃうまそう。こちら2日目でございます。もう仕上がってるよ、これ仕上がってるよ、仕上がってるよ。ハラミの先なんかちょっと硬いかも。早速いただきます。うまっ。外はカリカリ、中は柔らかい、そして肉汁がブワーって、肉の香りがヒューン。確実に昨日よりうまい、マジで。